さて今回は鬼滅の刃のトミカを紹介していくよ。今日紹介するのはこの5台。まずはこれ。車種はスバルのサンバルトラック。これはつゆりかなをイメージしたトラックだね。羽織の紫色、綺麗にデザインされています。そしてこの横が開いてお店みたいになるね。そして中にはお花の絵柄が描かれています。反対側も開くようになっているよ。後ろには滅の文字。綺麗なトラックです。続いてはこちら、トヨタ86。これは亀戸炭治郎をイメージした車になっています。炭治郎の羽織の模様が綺麗にデザインされているね。後ろには滅の文字もあるよ。これはこうやって扉が開くようになっています。反対側の扉も開くよ。かっこいいデザインだね。続いてはこちら、スバルの BRZ。 これはかまどねずこをイメージした車になっているよ。ねずこちゃんの羽織をきれいに再現しているし、真ん中と後ろには口にくわえている竹をイメージしたパーツがあるね。これも扉が開きます。反対はどうかな。反対も開くね。後ろに滅の文字はないけど、全体的に綺麗なデザインになっています。続いてはこちら、日産リーフ。これは吾妻善逸をイメージした車です。善逸の羽織の模様が綺麗に再現されているし、横には雷の呼吸を連想させる模様が入っているね。ホイールも黄色、かっこいいね。後ろには滅の文字。そしてここも開いて中が見えるようになっています。これが前からの、これが後ろからのイメージです。かっこいいね。続いてはこちら、スバルのフォレスター。橋平伊之助をイメージした車になります。上には伊之助の日本刀をイメージしたデザイン。そして全体的にはイノシシに見えるようなデザインになっているね。前から見るとまさに伊之助のようです。これは扉が開いたりはしません。すごく特徴的なデザインになっていますね。さてみんなはどの車が一番好きかな。僕はこれ、つゆりかなをイメージした車が好きです。全体的なデザインも可愛いし、この扉が開くことによってすごく面白いデザインになっていると思います。みんなもいいと思ったらこの鬼滅の刃のトミカ探してみてね。バイバイ。